ウォルター・ウルフはカナダの実業家。石油掘削機材を販売し、北海油田で財を築き上げた。1970年代後半にウォルター・ウルフレーシングで海一に参入した。ウルフはオーストリアのグラーツに生まれた。父親はオーストリア人、母親はシュタイエルスカ地方出身のスロベニア人であった。独王の後、一家は ユーゴスラビア王国に移り住んだ。ウルフはマリボルで幼年期を過ごした。1951年に父親がソ連の抑留キャンプから帰国すると一家は西ドイツのブッパータールに移住した。1958年にはカナダに移住した。カナダでウルフは石油業界を中心とした実業家として成功した。ウルフ WR1 ウルフは 熱狂的なランボルギーニマニアであり、当時経営状態が安定していなかったランボルギーニの経営に乗り出そうと計画したほどであった。その後ウルフはモータースポーツに参入、最初はフランク・ウィリアムズのフランク・ウィリアムズ・レーシング・カーズに資金援助を行った。その後チームの実験はウルフのものとなり、ウィリアムズは1977年にチームを離脱。 ウィリアムズグランプリエンジニアリングを設立した。チームはウォルター・ウルフ・レーシングと名称を変更し、1977年には参照を上げた。しかしチームは徐々に戦闘力が低下し、1979年にはコパスカーに吸収される形で消滅した。1993年、ウルフは経営難に陥ったアメリカの消防車製造会社、 ファイヤーウルフインダストリーに資金援助を行った。同社には俳優かつクラシックカーコレクターのクリスチャン・ミクスンが販売部長として短期間勤務していた。ウルフは1998年にカナダモータースポーツの殿堂入りを果たした。2008年、彼はフィンランドのパトリア社に関わる汚職事件、パトリア事件に巻き込まれた。事件は スロベニア軍のパトリア総臨奏公社の発注に、際して、スロベニア軍将校が、パトリア社から賄賂を受け取ったとされたものであった。フィンランド国営放送の報道番組でウルフは、スロベニア政府交換への仲介役とされ、政府交換の中には、ヤネス・ヤンシャ首相も含まれていた。ウルフ、ヤンシャ首相は、両人ともそれを否定した。フィンランド警察はウルフに対して逮捕状を、 発行したが、現在のところ彼は、逮捕されていない。クロアチアのタバコ会社、アドリスグルーパはその商品の一つを、ウォルターウルフと名付けている。ウォルターウルフカウンタック http コロンスラッシュスラッシュ wolfracing-japan.com スラッシュ。ありがとうございます。